会場はプロの会場のようにスポンサーのメルセデスベンツの垂れ幕ボードがあり、入場料も父兄も含め6ユーロ日本円にして約1000円弱が必要となりました。次の試合は FC ランス対 FC バルセロナスクール選抜です。頑張れ。予選第1試合 RC ランス対 FC バルセロナ、1対0でバルセロナの勝利。ゴールは背番号7のダニ選手。予選第2試合 AFC チュービズ対 FC バルセロナ、3対0でバルセロナの勝利。久保建英くんのハットトリック。得点シーンを実況で振り返ってみましょう。1点目、久保選手が右サイドのサイドバックから出たパスに反応、センターサークル付近から一気に5メートルほど走り込みました。スペースでボールを受け、トップスピードのまま右サイドでボールを運び、左足でキーパーの届かない右のポスト付近を狙い、グラウンダーのシュート、ゴール。2点目、久保選手が相手の左サイドスローインからパスをカットし、右足左足とインサイドで切り返し、相手を3人抜いた後に右足でキーパーの届かない左のポスト付近を狙い、グラウンダーでシュート、ゴール。3点目、久保選手が中盤でボールをキープした味方からスルーパス、オフサイドにならないように一度外に膨らみ左足でボールを受け、迫る敵を細かい切り返しで2人かわし、グラウンダーでキーパーと左ポストの間にゴール。久保選手ハットトリック。予選第3試合スポルティングロケレン対 FC バルセロナ、2対0でバルセロナの勝利。久保建英くんの2ゴール。これで FC バルセロナは決勝トーナメント進出です。チャンネル登録よろしく。建英とはしばらく会ってないからどうなんだろう。あ、建英、建英、何か困っていることはない？ないよ。これから決勝トーナメントだから行くよ。この時の心境は、試合が楽しくて楽しくてしょうがないといった感じで、早く試合がしたいという気持ちでした。決勝トーナメントベスト16の試合、ベルギーのライクマンズ対 FC バルセロナ、1対0でバルセロナの勝利。久保建英くんの1ゴール。これで FC バルセロナはベスト8進出です。得点シーンを実況で振り返ってみましょう。久保選手が相手を引きつけてからスルーパスを2度ほど出し、流れを作っています。試合はバルサの流れの中、久保選手が右サイドから来たボールをゴールに背中を向けたまま、5人のディフェンスに囲まれつつコントロールしています。相手を背中に感じながら左の足裏でボールを動かし、手を広げてディフェンスを制しながら右のスペースにボールを運び、振り向いてシュート、ディフェンスの隙間を塗って放った素晴らしいゴール。この試合は父兄も一般観客もボルテージが上がり、それを肌で感じた試合でした。ベスト8の試合、ベルギーの名門アンデルレヒト対 FC バルセロナ、2対0でバルセロナの勝利。久保建英くんの1アシスト。これで FC バルセロナはベスト4進出です。得点シーンを実況で振り返ってみましょう。バルセロナは自分たちの持ち味であるポゼッションができない苦しい展開でしたが、カウンターから2点で仕留めました。このランクになってくると、体格パワースピードのあるチームも増え、他のチームに比べてバルサの選手は小さいため、体格差がゲーム展開にも現れてきました。準決勝の試合、オランダのフェイエノールト対 FC バルセロナ、0対3でフェイエノールトの勝利です。みんなまだ3位決定戦がある、切り替えて頑張ろう。さあ、僕たちはすでに6試合消化し満身創痍でしたが、なんとか1対0で勝ち切り3位となりました。それでは表彰式です。優勝はオランダのフェイエノールト、MVP は FC バルセロナの久保建英くんです。普通は優勝チームから選ばれる MVP が3位のチームから選ばれたことを誇りに思います。なぜそうなったのかは分かりませんが、聞かされたのは得点簿であったのではないか。そしてその得点のスタイルが一つではなくバリエーションがあったところも評価につながったのではないかという話でした。その時に言われたことが今でも心に残っています。国際大会での MVP はそう簡単に取れるものではありません。評価できるのは日本人チームで参加した選手が大会の MVP を獲得したのではなく、一人の日本人がバルサの選手の一員として参加した大会で MVP を獲得したという点です。タケ、バルサ以外とは契約しないでね。また一緒にサッカーできるといいね。コーチ、また来年参加したいです。そして後日コーチからメールが届きました。
このコーチからのメールは竹を表す重要な部分ですので、書籍のそのままの文面で引用させていただきます。クラブとしても2週間にわたって竹房くんを迎えられたのは非常に良いことでした。竹房くんは常にグループの中で他のメンバーに対して敬意を表し、規律正しく、何よりも今回の経験を楽しんでいました。これはスポーツをする上でも、社会の一員として成長する上でも大変重要なことです。今回の経験を楽しみ、まだ幼い年齢にもかかわらず成熟した姿を見せてくれたことは非常に重要だと思います。竹房くん、ご両親、ご家族の皆様にお礼を申し上げたいと思います。竹房くんは FC バルセロナの規律や方針を受け入れ、完璧にグループに打ち解けました。一緒に参加したすべての選手、コーチ、ホームステイ先のみんなが彼のことを大好きになりました。そして大会最優秀選手に選ばれました。選ばれたことに我々コーチ陣も完全に同意しておりますし、非常に鼻が高い思いです。コーチとしてチームの成功と個人の成功を共に喜んでおります。竹房くんはサッカーの技術が非常に高く、戦術的にも自分が動かなければならない位置に動くことを知っています。試合中にどういったポジショニングを取らなければならないのかを知っています。彼はチームが良くなるにはどうしたらいいかを考えながらチームのために動きます。この個人の成功を求めているのではないという点が特に良いと思います。というのも、それは当クラブの哲学だからです。竹房くんが来年また別の大会に参加できる可能性があると聞いて、当クラブとしては非常に嬉しく思っています。また時期が来ましたら参加できる大会を調整いたします。今夏も私はコーディネーターとして日本でのバルサキャンプに参加します。その時にまた会えるのを楽しみにしております。半年後、バルサキャンプが開催され、竹房は再び参加し、その夜竹房の父は、バルサのコーチと居酒屋にいました。中学年代のチームは、1年間に1度しか負けていません。負けたのは、ブラジル代表のみです。しかし、そのメンバーの中でも、トップチームに上がれるのは、ごくわずかな厳しい世界です。それでも、父は諦めませんでした。来年の春、カンテラで練習できるように、取り計らっていただけないでしょうか？わかりました。上と相談してみましょう。約束はできないけど、なんとか実現したいと思います。竹房は、カンテラでプレーできるレベルにあるのは間違いないからね。1. 新聞、雑誌、テレビをはじめとするいかなるメディアにも知られてはいけない。2. テスト終了時、彼がバルサカンテラのレベルにあっても、日本に帰って今までと変わらない暮らしに戻ること。なぜこのような条件があったのか。バルサは13歳未満の外国籍選手を取ることは基本的にないからでした。この異例の対応はオスカルコーチの推薦があったからです。いよいよテスト開始だ。まずベンハミン A、 2001年生まれの同学年チームでの練習。次にアレビン D1 が9年上の下位チームへ昇格。そしてアレビン C1 が9年上の上位チームでの参加。次はアメリカのチームと練習試合だ。よし、1ゴール。チームの引き分け2対2に貢献しました。竹房、君は今から FC バルセロナの選手だ。合格の理由、評価できる部分は何だったの？選手としてのタレント性、資質と生まれ持った能力だよ。竹房くん、君の夢は何？バルサの選手になりたいです。竹房くん、君の夢は何？日本代表になってワールドカップで優勝したいです。そう言っていた竹が、必ず日本のサッカーファンの夢を叶えてくれることでしょう。これにて俺バルサに入る編は終了です。見てくれてありがとう。今後はその後の僕に起きた事実をもとに再現漫画をお送りしますので、ぜひご期待ください。